口杏里、自身の情報暴露の先輩、重森里美に、さすが腹黒いや。セクシー女優に転向したタレント、坂口杏里、25、が、10日、新たな芸名、杏里名義のツイッターを更新。かつての所属事務所の先輩、タレントの重森里美、28、を、腹黒い、と、非難した。重森は先月、18日放送の読売テレビ、上沼、高田の釘付けで、坂口の、セクシー女優転向報道について言及。坂口のホスト通いの実態と、事務所にまで借金の取り立てが、来ていたことを暴露。坂口の身を案じ、事務所に何とかならないか、と、相談したが、重森が、助けられるような額ではない、と、逆に止められてしまったと明かしていた。また、坂口とは唯一連絡を取り合う後輩でした、と、親しい仲であるとコメントしていたが、これに坂口が噛みついた。坂口は唯一連絡取ってた。って取ってなかったんだけど、と、重森のコメントを否定し、さすが腹黒いや、と、先輩をバッサリ。重森との関係については、元、事務所の先輩なだけです、と、明かした。しかし、坂口のツイートを受けて、重森が所属するユニット LLS のメンバーであるローズが参戦。ご飯行ってたよ、と、二人に親交があったことを指摘したが、坂口は何年前ダブルダブル、と、切り捨てた。これにローズは、さらなる反感を覚えたのか、重森の過去のブログから、二人でカラオケと、焼肉に行ったことが、綴られた記事を転載。連絡先知らずに、どうやってカラオケと、焼肉行けますか？昔お世話になった先輩のこと、よくそんなひどく言えますね、と、坂口を批判した。重森に迷惑かけてもないのに、と、坂口を擁護したフォロワーに対しては、迷惑かけてるから、言ってるんだよ。事務所もみんな嘘つきだから迷惑してます、と、坂口の、全事務所も、迷惑を被っていることを明かした。